それではお時間となりましたので、これよりスマートシティ都市の最適化を実現するテクノロジーをテーマにパネルディスカッションを行ってまいります。はじめにパネリストの皆様をご紹介したいと思います。京都府副知事山下晃正様。山下副知事はリモートでのご参加となります。続きましてグルーヴノーツ代表取締役社長斉州英弘様です。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして大手町丸の内有楽町地区まちづくり協議会スマートシティ推進委員会委員長重松真理子様です。どうぞよろしくお願いいたします。最後にモデレーターを務めていただきます PWC アドバイザリー合同会社ディレクター石井亮様です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに山下晃正京都府副知事よりご講演をいただきます。山下様どうぞよろしくお願いいたします。おはようございます。京都府の山下でございます。今日は参加させていただきましてありがとうございました。京都の事例を発表させていただきます。今回発表させていただくのは京都府が取り組んでおります京阪奈でのスマートシティ作りでございます。京阪奈、我々はそう言って呼んでるんですけども、実は正式名称は関西文化学術研究都市という名前でございます。これは国の指定した国家的なサイエンスティ、東の筑波、西の京阪奈と、この2つでございます。実はこの京阪奈というのは、第一次オイルショックが起こってですね、地球資源の限界が来ているというようなお話が出てきた中で構想をされました。提案者は京都大学元総長の奥田先生です。で、普通ならば、関西学術研究都市というような名称で研究会を始められました。そこに文化が途中で入りました。実は今のポストコロナのことを考えるためにも非常に重要なキーワードだと私は思っております。実は技術だけで世の中が変わるのか、あるいは人間にとって最適な技術システムになるのかということについては大きな疑問があるというふうに思っております。そこに文化の力が入って初めて我々にとって使いやすい、あるいは我々の理念、あるいは哲学に合った技術の使い方ができるんじゃないかというようなことだというふうに今理解しております。したがって関西文化学術研究都市は当初から研究開発をするサイエンスティーを作るだけではなくって、それを実装化したり実用化したり、そこから新しい文化を生み出すような住宅開発までを含んだ町づくり全体を構想の中に入れて、これまで35年間取り組みを進めてきました。今でスマートシティと言っておりますが、当初からスマートシティそのものだったというふうに思っております。ここから新しい文化が生まれてしつつあるというふうに思っております。その文化の後ろにはハイテクがあるというような関係の中で新しい生活提案をしているというのが今の現状でございます。そうした中で現在第4次の都市創造プランというのをやっております。当時と理念が変わったわけではなくって、今の時代に合わせてやり方を少し変えていくというようなことになっているというふうに思います。このページ見ていただいても新しい、びっくりするようなことが書いてあるわけではないわけですけれども、やはり当初の思いが非常に重いものなので、それを受け継ぎながら、進化をしているというような状況でございます。で、我々がスマートシティエクスポを始めたのは2014年です。その少し前に東日本大震災がございました。今回のコロナ禍と同じような、
文化、あるいは生活、あるいは考え方、地域社会全般にですね、大きな影響を与えた大惨事でございました。その時を契機にもう一度原点である都市づくりと今後の在り方を考えようということで、京都スマートシティエキスポというのを始めました。でこの時から全国あるいは全世界の自治体との連携というのを非常に意識をして事業を組み立ててきました。これからの時代は技術オリエンテッドでイノベーションを起こすだけではなくて、社会課題に対してどんな解決方法を提示していくのか、これは文化も入れてですね、社会課題解決型の新しいイノベーションの起こし方を考えようというふうに考えてですね、その社会課題を一番知っているのは自治体である。生活されている住民の方、京都府ですと府民の方、あるいは世界から来ておられる観光客が京都に来て期待しておられる方、あるいは学会もたくさんありますけども、学会に来られた方がどのような役割を京都に期待しておられるのかというようなことも知っているのは、横断的に知っているのはそう多くないわけで、そういう社会課題を知っている自治体がこれからのイノベーションのある種の中心点にて、多くの方を巻き込んでイノベーションを起こしていこうという思いで、このスマートシティエキスポというのを立ち上げさせていただきました。で、それを具体化するために、やはり活動の場が必要だということになります。そのために、京阪な学研都市にオープンイノベーションセンター、我々 KIC と呼んでるんですけど、 KIC というような交流をしながら研究開発をするという場を作りました。で、ここではですね、産学官連携ではなくて、産学官住民の方、住民の方が参加していただくような連携によるイノベーションを起こそうというような形で事業を進めさせていただいております。すでにですね、ここからいろんな技術が実用化されつつありますし、新しいスタートアップも誕生しつつあります。これからですね、非常に重要なことはやっぱりビッグデータの活用だというふうに思います。日本にはですね、山のようなデータがございますけれど、それが実は有効に利用できるビッグデータとしてのプラットフォームにはなっていない。行政は例えば国民健康保険のレセプトデータを持ってますが、それをなかなかオープンにすることができなかった。一方、交通事業者の方はどのように住民が移動しておられるかというデータを持っておられますが、それと健康データをくっつけて新しいイノベーションを起こそうというようなことがなかなかできなかったというようなことになっています。これは、これからの長寿社会、人生100年時代を考えたときには、このあらゆるデータをもとに、これから我々は健康寿命と言ってますけども、健康寿命を伸ばすための施策を考えていく、あるいはソリューションを作っていく、そのためには、欠かせないプラットフォームだというふうに思ってまして、2、3年前からこのプラットフォーム作りをしておりますけれども、現在悪戦苦闘中でございます。法の壁もあるし、個人情報の壁もあるし、住民意識の壁もありますし、そうした壁を乗り越えて新しい社会を作っていくことにチャレンジしたいという思いで、この悪戦苦闘を今やっている最中でございます。もう一点は、最近のスタートアップビジネスを見ていますと、社会課題解決型のスタートアップが非常に増えてきているというのを実感をしております。つまり、これからのスタートアップの一つの役割は、さまざまな技術とさまざまな人を結びつけて社会課題を解決するような
コーディネーション型のスタートアップが必要ではないかと、まあ、そういう役割を新しい人材がしていただくことが、我々が持っている社会課題解決型、そして人生が豊かで安寧な社会ができる源になるんではないかということで、非常にこのスタートアップのところの活動に力を入れております。今回7月ですけれども、国の、世界に伍するスタートアップ拠点に、まあ、4つあるわけですけど、4つの中に、大阪さんと兵庫県さんとと一緒に選ばれました。このスタートアップの力もですね、これからの社会課題解決型、ひいてはスマートシティ作りに使っていきたい、そういう場で活躍される若い人材、これ内外からですけれども、内外の人材にそういうチャンスを与えていきたいし、そういう方が活躍していただくことによって安寧なる社会を作っていきたいというふうに思っております。先ほどから安寧と言っているのはなぜかというと、健康長寿の健康という言葉には3つの意味があるからでございます。3つの意味は、1つは体の健康です。で、2つ目は心の健康でございます。で、3つ目は社会的健康です。つまり人類は、あるいは人は社会との共生の中で生きているし、その共生の中で自己実現を目指しているし、達成感も感じていると。この3番目の社会的な健康の部分についてはですね、非常に大きな疑問符を持っております。今回もリモートで参加させていただいて、やはりもやもやっとしたものが心の中に湧いております。今まで会場に行ってフェイス2フェイスでお話ができたのに、こういう状況になると。一方、リモートだからこそできることもいっぱいあるということを発見をしました。こうした新しい、まあ、ハイブリッド社会、リモートとリアルのハイブリッド社会を、我々がどのような形でより魅力的で、人生100年時代にふさわしいような社会を実現するために持っていくのかということを、今年のスマートシティエキスポの大きな課題にしております。現在準備中で、もう担当はもう土日出勤みたいなことになっておりますけれども、今回最も重視しておりますのが、ポストコロナ社会での我々の生活がどうなるのかというところでございます。そのために地の巨人というタイトルをつけた国際会議を、これから 3,4 回開催させていただこうというふうに思っております。第1回目はこのスマートシティエキスポの時に開催させていただきますが、あと2回はですね、別途の機会にやらせていただくことになっております。この事業は京都にある国際高等研究所というところでやっています。この研究所は変わった研究所で、何を研究するかを研究する研究所です。つまり、ポストコロナ社会の社会課題をどのような研究をしていくのかということを研究するために、地の巨人会議を今年はあと2回ぐらいやらせていただいてですね、トータルの結果をまとめて、今回参加されていただいている方にも結果をですね、これは多分ホームページ等でなると思いますけれども、報告をさせていただきたいと思っておりますので、そのこともまた期待していただいたら幸いでございます。私からの冒頭の説明は以上でございます。ありがとうございました。山下様、どうもありがとうございました。それではここからの進行は石井様にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました、PWC アドバイザリーの石井と申します。本日本セッションモデレーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今まさに山下さんもおっしゃってましたけれども、本日はこの現場に、まあ、
斉司さん、重松さんいらっしゃって、オンラインで山下さんご参加されている、またオンラインでも多くの方がご視聴されていると思います。こうしたまさにそのニューノーマル時代にふさわしい、ハイブリッドな体験を我々もこれから40分ですね、楽しみながらやっていければなというふうに思います。まずはじめに私の方から本日のテーマ論点のところを少しご説明させていただきまして、その後重松さん、斉司さんにも取り組みをご紹介いただければと思います。本日のテーマ、スマートシティ、都市の最適化を実現するテクノロジーということですけれども、このスマートシティという言葉がですね、市場の中で注目され始めたのがちょうど2010年頃だったと思います。その頃から都市 OS であるとかデータを利活用した都市の最適化、またはインフラのコントロール、そういった概念はございましたけれども、まだ当時はそれが構想とかアイデア段階だったのかなというふうにも思います。それから今ちょうど10年経ちまして、日本政府の強力な後押しもありながら、今日本全国で多くのスマートシティプロジェクトが進んでいるものと思います。その中では具体的な街で都市 OS の実装や、あるいはデータを利活用したソリューションサービスの開発というのも進んできたという現状があろうかと思います。一方で今年我々はこの新型コロナウイルスに直面しているわけですけれども、例えば緊急事態宣言の最中、私たちは毎日のようにその新規感染者数であるとか人々の移動の増減、そういったものをデータを見て我々の行動の意思決定、あるいは政策経営の意思決定をしたわけです。その中でこのデータの利活用の有効性というのも明らかになってきた。また同時にそのデジタルという面では少し機能しなかった部分、課題も浮き彫りになってきた。そういったところがこの2020年のこのスマートシティの現在地なのではないかと思います。本日のテーマの中でその都市の最適化を実現するテクノロジーとあるんですけれども、今日はですね、そのテクノロジーが何かということだけではなく、そのテクノロジーをどう使うか、またそれを使っていく上では何が課題でどう解決していくのかということを、本日ご登壇のそれぞれ異なる立場でですね、このスマートシティに取り組んでいる3名の方と深掘りできたらというふうに思います。はい、それではですね、早速ですけれども、まず最初に大丸湯の取り組みとして重松さんに少しご紹介をいただければと思います。重松さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました大手町丸の内有楽町地区まちづくり協議会の重松でございます。先ほど京都の取り組みをご紹介ありましたけれども、私の方からは東京駅周辺の120ヘクタールのエリアマネジメント型で進めているスマートシティ化というところのビジョンを少しダイジェストですけれどもご紹介して、話のインプットにさせていただければと思います。こちらですね、大丸湯のスマートシティビジョン実行計画2020年3月と書いてございますが、このスマートシティ推進コンソーシアムということで千代田区さん、東京都さん、大丸湯まちづくり協議会でこの3月に公表いたしましたビジョン実行計画でございます。で、大手町丸の内有楽町地区のご紹介を簡単にさせていただきますと、東京駅周辺の約120ヘクタール、住所でいう東京都千代田区大手町丸の内有楽町地区ということでございますが、私どもまちづくり協議会はこのエリア の全ビルのですね、地権者の集まりで約30年間活動しているまちづくり団体、いわゆるエリアマネジメント団体ということでございます。今回このスマートシティというテーマにですね、どのように町として向き合ってどのようなアプローチで今取り組みを進めようとしているかということを少しご紹介させていただきます。まずですね、取り組み の目標像とアプローチなんですが、こちらに関しては30年取り組みを続けてきておりますというお話しさせていただきましたが、スマートシティということで急に何かが変わるということではなく、まちづくりの目標はまちづくりガイドラインということで公民で常に見出している将来像そのものであるという捉え方です。ここをですね、これは既存の都心でありますけれども、ここを公民協調エリアマネジメント型でどのようにスマートシティ化に取り組むかといったときにですね、このデータですとかテクノロジーの特性を捉えて、私どもはこの都市のアップデート
ということと、さまざまなテクノロジーや人々の行動変容が起こるときにですね、必要なアプローチとして、検討のアプローチとして都市のリデザイン、この2つの軸で、ビジョンを構築してまいりました。でその際にですね、どのようなあの課題オリエンテッドという話先ほどございましたけれども、私どもはビジョンオリエンテッド、区域の発展的課題であるということでですね、整理をしているんですが、発展的課題をみんなで見出して、それをどのようにテクノロジーを活用してアップデートしていくかというアプローチで取り組みを進めておるんですけれども、このようなですね、4証言に切り口を整理いたしまして、これらをすべてテクノロジーでアップデートするんだといったようなことをスマートシティの取り組みのベースにしております。でこの4証言はですね、右左が日常非日常、上下がポテンシャルの拡大、レジリエンスの増強という軸に切り分けておりまして、このそれぞれの証言に、例えば快適なウェルビーイングですとか、非常時の、安心安全の提供ですとか、もしくはバリアフリーですとか、混雑回避みたいな、どのような事柄が日常非日常それぞれ、テクノロジーでアップデートできるのかといったことを当てはめています。でこれは全て街のシーンとしては表裏一体なんですけれども、一方でそれぞれに人々がこう体験するシーンが違っていたり、それぞれを提供するサービスのステークホルダーが違うよねといったこともありますので、どのようなまさに今日のテーマにありますように、どのようにこの最適化というその基準をも想定してそこに向かうのかという単位が違うよねということで、このように切り分けながら議論を進めています。で加えてですね、もう一つレイヤーとしては移動やモビリティというのがございます。ですいません、ちょっとめくらせていただきます。はい、で先ほどの4証言すべてに関わるものとして、移動というものが解決に導くこともあるだろうということで、こちらも少しそのステークホルダーも違うということもありますので、もう一つ重ね合わせのレイヤーとしてアプローチを整理しています。このような形で区域の発展的課題っていうのを、見出しながら、先ほどお話にありましたような、このような新しいスマートシティ的インフラと私どもは呼んでおりますが、それにエリアマネジメントという単位で正面から向き合うというのが、この地区のスマートシティ化の実行計画ということでございます。今申し上げましたように、この中心にあります都市 OS と言われるところの構築っていうものが非常に議論の対象になることが多いんですが、私どもとしては先ほどのような各発展的課題ユースケースっていうものをどのようにさまざまなステークホルダーと議論して解決していくかというところから、この都市 OS の構築の仕方を見出していって、それをさらに次のユースケースの発展につなげていくといったような順番でですね、この都市 OS の構築を進めているところです。このような取り組みをですね、踏まえつつ都市のリデザインといったところにも取り組んでいこうということを考えているのが、都地区の特徴かなと思っております。で最後にですね、このような取り組みなんですけれども、先ほど推進コンソーシアムでこのビジョン実行計画は作りましたというお話をさせていただいたところですが、取り組みの推進にあたってはですね、真ん中に私ども東京議会スマートシティ推進会ございますけれども、私どもはある種、取り組みのこう調整役、エンジン役といったところでございまして、町に関わるさまざまなステークホルダーの方々と連携して、先ほどの、ユースケースの最適化とは何かということを定義しながらサービス化を図っていくということで、エコシステム型でこの取り組みを発展させていきたいということで推進を進めている次第です。はい、簡単ですがちょっとインプットとして当地区の取り組みをご紹介させていただきました。はい、重間さんありがとうございました。続いて、グルーブノーツ再三、取り組みをご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私たちグルーブノーツはですね、テクノロジーの会社なんですけども、何を、非常に重視してやっているかというと、機械学習を使って、社会とか人間行動のですね、将来起こりうることを予測するということと、もう一つは量子コンピューターを活用して、人や物や、作業をですね、最も望ましい形っていうのは、
私たち考えるにですね、人間と企業と社会というのはですね、時として相互にですね、対立することを望むわけですね。まあ、例えば働きやすい働き方を求めたいということと、売上を求めるためにはもっと働いてもらいたいということとですね、もしくは社会で過剰な渋滞が起きないようにしたいということと、でも効率よく物を運びたいという人たちがいてですね、まあ、このお互い相反する要望の中で、さまざまな条件の中から、相互にですね、納得できる最適な帰結点というのを探すというのをですね、まあ、コンピューターというかテクノロジーの世界では組み合わせ最適化というふうに言うんですけれども、最適化というのを解くのにですね、まあ、私たちはこの量子コンピューター、量子アニーリングというタイプのですね、量子コンピューターをまあ使っております。まあ、AI と量子コンピューターをですね、まあ、やっている会社です。で、量子コンピューターの利点というのは、計算量が非常に多くなる組み合わせ最適化をですね、計算しないで答えを出すと、まあ、計算しないので、非常に計算速度が速いというかですね、言ってることはちょっと矛盾してますけど、まあ、物理法則によって答えを出すので最適解に必ず到達し、速度が速いと。これを一番最初に実は重松さんいらっしゃいますけれども、三菱地所さんとですね、大丸誘致区での、ビルで発生するゴミをですね、効率よく回収するにはどうしたらいいかというのをお題にいただいてですね、まあ、取り組みをしてきました。まあ、これをやるためには実は、ビルごとのゴミの発生量をあらかじめ予測してですね、それで、どのトラックがどのゴミを回収していったらいいのかっていうのを量子コンピューターで解決すると。予測は AI で行って最適な配置というのを、まあ、量子コンピューターで行うということをやってですね、非常に大きな効果をですね、出すことができました。で、私たちはこの、AI による予測と量子コンピューターによる最適化というのを通じて、まあ、今非常に要望が多くなってきているのが、都市空間全体でのですね、もっと効率のいい事業運営もしくは都市自体のですね、運営というお題をですね、非常に多くいただくようになって、今私たちはスマートシティではなくてシティアズアサービスと、要するに都市は機能空間ではなくてサービス空間なんだと。だからこのサービス空間をいかに豊かにするかっていうことに私たちは貢献していこうと。で、そのためにですね、まあ、よくあるような、センサーをばらまいてというんではなくて、実はさまざまな仕事の中から企業の中にたまっている通常の販売データですとか物流データですとか、いろいろなデータの中には実は都市という切り口でまとめていくとですね、都市の人間生活ですとか人間のありようがそこに現れているということに、まあ、私たちはだんだん気がついてきまして、今さまざまな企業からですね、データの提供をいただいて、都市空間における、社会の変容というのをですね、ここから、導き出すと、 AI と量子コンピューターを使って導き出すということをやっておりまして、今発表させていただいている中では、今 JCB さんのクレジットカードの利用データを使った都市空間の可視化と、これは何をやっているのかというと、人がどこに滞留しているとか、人がどこからどこに動いているというのは、ではですね、まあ、不十分であると、何を見なければいけないかというと、移動の目的は何だったのかと、なぜそこで人は滞留しているのかと、この町にいる人たちは今何を望んでいて、どのようなことをしようとしているのかというのを、まあ、できるだけですね、マクロに捉えるんではなくて、割と解像度を上げてつぶさに見ていくと。で、これは実際やった例なんですけど、これは福岡の天神地区のですね、人の動きですね、人の動きといっても本当に移動したデータではなくて、購買データをもとに人はどのお店からどのお店に移行しやすいのかっていうのを解析したデータです。これによるとですね、まあ、私たちの分析によると、天神の街を歩いている人たちはですね、大体200種類ぐらいの購買パターンのもとに行動していると。
まあ、こういうものを今交通事業者ですとか、都市計画の人たちですとか小売業の人たちと話して、その都市空間に住んでいる人は実は何を求めているのかと、本来的には何を目的として移動していたんだけども、実はその街にはその機能がなかったということがないかということをですね、見るようにしてます。なので、人間、そこの住民、そこを訪れた人たちが望む、都市の在り方とは何かというのをデータから割り出してですね、過不足のないようにしていくということが実は、まあ、人間行動から、必要なものをちゃんと見ていくと、要するにそういう形でサービス空間を充実させていくということに、貢献するようなことをですね、今さまざま取り組みをしております。以上です。斉さん、ありがとうございました。ここからはですね、少し論点を具体的にして、それぞれの方からお話を伺いながら進められればと思いますけれども、今3名の方のお話をお伺いし、まさにそのスマートシティ、そしてシティアザサービスを実現していく上では、このデータの利活用が鍵になるというようなキーワードが出てきたかなというふうに思いますけれども、このデータ利活用についてそれぞれの方に少しもう少し聞きたいんですけれども、また斉さんに最初お伺いしたいんですが、ご提供しているそのソリューションのですね、成果を決める上でデータの有無とか質とか、そこが重要になるのかなとも思います。で、一方でその街のデータというのがあればあるほど、まあ、いろんなことができるという中では、その街側、すなわち自治体さんや、その街づくり組織の方々にこうもうデータをこうですね、用意していただくとか、そういうでソリューション提供側と町側の役割分担なんかもあるのかなと思うんですけども、そのあたりについて少しお伺いできればと思います。ですね、よくその多くの人は誤解をしているんですけども、データを集めれば集めるほどいいとかですね、たくさんあると価値があるっていうふうにおっしゃる方がいるんですけども、まあ、当たり前ですけどそんなことはないんですね。そんなことはなくてですね、あとデータの利活用といったときに、生データがたくさんあってですね、それをはいどうぞって言われてもどうしようもないんですね。で、そもそも生データだと相手の企業の状況を分かってしまうので、まあ、皆さん出したくないわけですね。で、一方ですね、統計的に処理したデータってですね、意外に役に立たないんですよね。なんかそんなこと知ってるっていうようなことしか出てこないですね。なんでここはですね、非常に重要なんですけども、データから何を浮き彫りにするかということがとても重要で、私たちがよくやるのはですね、まあ、生データはいただくんですけども、それを私たちの場合は AI にかけてですね、ディープラーニングをまあ使うことが非常に多いんですけども、あるターゲットに対して、特徴が際立つような特徴ベクトル化っていうのをできるだけやるようにしてですね、なんでデータはいただくんですけども、特徴ベクトルにして、その特性を見てですね、街に求められていることとか課題に対して今何が起きているのかっていうのをできるだけ解析するようにしてるんですね。で、これをやっていくためには何かっていうと、何を際立たせる必要があるのかっていうことが実はすごく重要で、なんでデータをいっぱいくださいっていうことではなくてですね、そのデータを見て特性を解析して、これで良かったんだろうかっていう反復がすごく重要で、でもう一つ、データについては加工されないデータ、生データの時間経過ごとの生データが実はすごく重要で、でそこから特性解析をすると、まあ、特徴ベクトルになるわけですけど、特徴ベクトルから元の生データって戻せないので、まあ、結果的にですね、非常に秘匿性の高いデータになるのでですね、まあ、でも言ってることはこの何の特性を解析していくのかと、まあ、人間の行動特性を解析しますというのもいろいろな切り口があるのでですね、まあ、それによって多分使っていくニューラルネットワークモデルが変わったりですとか、データの見せ方が変わってくるのでですね、まあ、そこら辺をちゃんと議論しながら、方向性を決めていくのが実はすごく重要なんじゃないかなと思います。ありがとうございます。まさにその特徴をベクトル化することで、まあ、秘匿性の問題も解決できるというのは、いろんな事例でも適用できるすごく重要な点なんじゃないかなというふうにお伺いしました。
続いて山下さんにもお伺いしたいんですけれども、その自治体というのはさまざまなデータを持っている立場だとも思います。またその公共セクターが持っているデータだけでなく、例えばその京都府内の企業の方が持っているデータと共有していただく、そういった取り組みもあろうかと思いますが、先ほども悪戦苦闘しているというお話もありましたが、そのあたりの課題感であったり、その解決の糸口、そのあたりについて見えてきているものがあれば教えていただけますでしょうか。今おっしゃったように、単にデータがたくさんあってもいかんのですよね。やっぱりそれをどう結びつけて、特色あるいは社会課題に解決に結びつくようなデータの分析をすると、これは AI 使おうがビッグデータ使おうが、何をしようが、あまり変わらない、目的的にはあまり変わらない。そうするとデータ間のこう垣根を越えるような仕組みを作らないといけない。でこの垣根を越えるときに、企業やったら企業秘密みたいなことがあるし、個人さんだったら個人情報の保護みたいなことがあるわけですね。でこれを2つを例えばまとめるときに、我々は行政だからこそできるところがあるんじゃないかと。つまりそのまとめてる情報が地域に役立つ、あるいは公共性があるということで、一定例えば個人情報の方も寛容で自分の情報を出してもいいというようなことになるんじゃないかと。でそれの安全性も行政だからこそ担保できることがあるんじゃないかというようなことで、ビッグデータプラットフォームというのを今始めています。ただ先ほど言いましたように、個人情報にしても、匿名化をしないといけないと、あるいは承諾をいただかないといけないということになるわけですけれども、そういうことを一つ一つやろうと思うと、やはりものすごく手間暇がかかるというような感じがします。以前ですね、東日本大震災の時に学研で、各ご家庭にスマートメーター、電気のスマートメーターをつけさせていただいて、エネルギーマネジメントをやろうということで、企業さんと組んでやったんですけど、各家庭さんは自分の家庭のエネルギーマネジメント、エネルギーの状況を出すのをなかなか承諾していただけなかったんですね。でこれ全部地域と我々が一件ずつ訪問して趣旨を説明して、これ社会的意義があるんだから協力してくださいということを言って、初めて800世帯ぐらいがご協力いただいた。企業さんの場合は割合データのこう掛け算がしやすいと思うんですけど、住民巻き込むとなると、やはり企業さんだけのこう差配ではとても皆さん参加していただけないというようなことになるわけで、そこに私は行政の役割があるんじゃないかというふうに思います。一方その結果、税金を使って医療費でやっていることがですね、例えばコストダウンになりました、エネルギーコスト、例えば、公園の電気代がこんだけコストダウンになりましたということがあればですね、それは他の事業に使わせていただくことで住民に還元ができるというふうに思いますし、ひょっとしたらそういうところで新しいビジネスが起こるかもわからんというふうに思ってますので、一つはデータをうまくこう活用する仕組み作りのところと、そのデータを生かしてソリューションした時の、住民とか、いろいろな方に還元していくところの両方で、私は自治体の役割があるんじゃないかというふうに思っています。ありがとうございます。今お伺いしていると、まさにそのデータ利活用のところは、技術もさることながら、人と人、組織と組織の間のそのデータ利用に関する運用面なんかもまだ課題があるというふうに今理解いたしました。ありがとうございます。その運用面の点においてもですね、重松さんにお伺いしたいんですけれども、今まさにそのまちづくり組織の立場で日々いろいろなテーマで、それこそいろいろな企業の方々とのデータ利活用について協議調整されているんじゃないのかなというふうに思いますけれども、そのあたりで掴んでいる手応えとか、また課題感、教えていただければというふうに思います。はい、当地区では先ほどご紹介いたしましたように、区域の発展的課題というものを4象限で整理いたしまして、そこに移動モビリティというレイヤーを重ね合わせている、都合
単純化して言うと5つ の, あの証言があるわけなんですが、それぞれごとにですね、あの主要なあのそれに関連する、ステークホルダーの方々とワーキングを組成しておりまして、でそちらにあの、そのメンバーとですね、どのようなあの共通の、ソリューションをここで見出そうかといったことを議論しています。すなわちあのどのようにデータを活用しようかという議論というよりは、先ほど来話ありましたように、何のためにこのデータを、どのようなデータが欲しいのかということをですね、あの順番としてあの議論できるように、あの主要なそれに関連するステークホルダーと、議論をし、まあ、そこに必要なデータですとか連携の仕方を見出して、でそこから先はまあそれぞれの役割分担や目論見があるわけなんですけれども、あのそれをあの町としては、あ先ほどの都市 OS ですとか、さまざまなそのデータの提供の依頼や仕組みといったところにつなげていくというアプローチをまずはしています。これはまだ第一歩です。でおそらくその先、やはりあのそういった形でこうあのアプローチ、ユースケースからのアプローチでデータがこう少しずつあの提供されるないしはあの集められていくということが起こったときに、その後はですね、もう少し自律的に何かその自分たちもこう有用なデータを出せばですね、より良いものになって帰ってくるというような、そのようなこう社会的な仕組みまでこうみんなが理解できるような展開になればですね、あのより自律的にあの、まあ、データというものが活用されるようなあのことになってくるのかなと。そこにはまだちょっと至れていないと思うんですけど、とにかくどのように有用性があるのかっていうのをあのユースケースを達成することによって、こうあのみんなで共感を見出していきたいなというふうに考えてます。ありがとうございます。あのそのデータ利活用の運用面のところで、やはり今心配されているような、先ほどの秘匿性とかデータを出していいかどうかわからない、そういったあたりは、まあ、先ほどの佐々木さんのお話の、まあ、技術的な、まあ、仕組みを入れることで解決できる部分もあるのではないのかなというふうにあのお伺いいたしました。続いてですね、またそのデータ利活用という課題っていうのも浮き彫りになってきましたけれども、もう一つの論点としては、その持続可能な事業モデルやあるいはビジネスモデル、まあ、簡単に言ってしまうとそのお金投資といったようなところがあろうかと思います。その都市の最適化をしていく上で、誰かがそこのテクノロジーやソリューションにまあ投資をしていかなければいけないと思うんですけれども、そのあたり、まあ受益、まあその適正な投資額とか受益に応じたまあ負担等についても、まあ市場の試行錯誤が続いているのかなと思います。最初にまたあの佐々木さんにお伺いしたいんですけれども、先ほど の, あの廃棄物の収集ルート最適化なんかも非常に大きな効果を出していたと思います。まあ、こうした効果のあるものに対してですね、誰がどのように今考えて投資判断をしたりしたらいいのか、その辺のまあ思いをお聞かせいただければと思います。そうですね、あの辞書さんとやらせていただいた廃棄物の話ですね、すごい反響が大きくてですね、いろいろなお問い合わせをいただいて、もちろん廃棄物の話もあって、今、海外のある都市全体の廃棄物を効率よく、処理しようというですね、あの話を受託をいただいてですね、これから取り組みをするんですけども、それ以外に例えば土木現場での土砂の運搬、これは今ある、広域の土木工事があってですね、トンネル、複数箇所のトンネルの掘削工事と谷をですね埋め立てるというのが同時並行で、まあ、別の業者がやっているんですけども、あの廃棄する土砂があるんだったら欲しいところに運ぼうということをですね、まあ、取り組んですけども、なかなかこう渋滞が起きてしまってうまくいかないというのを、今私たちがこの量子コンピューターなどを活用してですね、あの取り組んだりとかしていたりですとか、まあ、さまざまな展開があります。で今すごくあの仕事をしてて感じるのはですね、企業活動の中に実は都市ってすごく重要な枠組みになっているなと、多分ですね国家よりも都市の方がなんか重要性増してるんじゃないかなっていう感じがしていてですね、これは何かっていうと、まあ、今回のコロナの件でもそうなんですけども、国の政策よりも例えば県単位ですとか、市区町村単位での政策の方が実は実効性があったりしてですね、同じようなことが企業活動の中にも言えていてですね、
その自分の事業の中で起きていることではなくて、都市空間の中で何が起きているのかっていうのを適切に判断して対処していくことが売上の向上につながったり、例えば工場の労働者の問題ですとか、例えば交通事業者のですね、さまざまな課題を解決するところにもつながっていて、実は私たちのシティアザサービスってですね、実は自治体とか都市計画の人たちよりも民間企業の方が要望が多いんですよね。で、都市で何が起きているのか、でそれに合わせて自分たちは対策をしたい、例えば事業の組み立てをもう一度見直したいというようなのが多くてです、まあ、様々な横展開の仕方があるということと、実は都市課題というのは、行政とか、そういうデベロッパーだけのものではなくなっているということなんではないかなというふうに思います。ありがとうございます。まさに今そこで公共と民間の役割分担、そういったお話もあったかなと思いますけれども、重松さんにお伺いしたいんですけれども、まあ、その大手町丸の内有楽町地区というある程度その大規模なエリアのマネジメントに携わられていると思いますけれども、それをまあ民間だけでまたそこにいろいろな投資をしていくっていうことだけでなくてですね、そこは例えば自治体とかとの役割分担っていうのもあろうかなと思うんですけれども、そのあたり今後その公民の連携に対して期待すること、役割分担についてお伺いできればなと思います。はい、同地区はもう本当に先ほど30年東京議会は活動していますとお話しさせていただいたように、公民協調ということで行政さんと民間が共に将来像を描いてまちづくりをそれぞれの役割分担で実現していくというアプローチをずっと続けてきています。でスマート市もベースは同じアプローチだと思っておりますが、ここで少しまさに都市はすごくフィールドであるというお話ございましたけれども、私も非常に感じているのは、都市って、ね、やっぱもともとすごくいろんな事柄を総合化しているプラットフォームであるとも言えると思います。でデジタルっていうのはやっぱりそれと同じ効果を持ち合わせていると思っておりまして、さまざまな事柄が総合化されると、でこれが組み合わさった時にものすごくフェーズの変わったまちづくり の進化が訪れるということを、多分行政さんもおそらく民間まちづくりに携わる人たちも、そして、テクノロジーやデジタルの世界があるのでステークホルダーが増えるという意味で、さまざまな今までまちという切り口で関わっているつもりがなかった方々もまちをフィールドに活動する、そのさまざまなステークホルダーが非常に関与してくるということになってきてますし、まあ、それが、デジタルの総合化というのはその時間や空間を超えるというところもありますから、真の意味で地区間の連携というところに発展すると思ってます。そういう意味では私どもスマートシティ的インフラというふうに都市オイスを呼んでるんですが、やはりその道路があるから経済が発展しますよねっていう、ちょっとあまり単純化して言うと誤解を与えるかもしれませんが、まあ、それと同じようなレベル のインフラ的なことや仕組み作りっていうものがここには内在していて、その部分はやはり当然民間だけではできない、投資も含めてですね。しかしながらそれがあるから町の価値が上がるっていうのは、すごく切り取った単位ごとの工夫や知恵やさまざまなそういう活動によって生まれる部分もあるので、その価値の増強分っていうもの、価値の増殖分をしっかり地域に還元するような仕組み、これがあることによってそのインフラ的なものも官民で整えていけると思いますし、なしはそれを元手としたサービスはそれは民間がそれぞれやっていけばいいと、マネタイズしていけばいいと、そんなようなふうに思っています。ありがとうございます。まさにそこ その価値の増殖分、そのバリューアップした部分をどう全体として仕組み化して還元していくか、そこ非常に重要だなというふうにお伺いしました。その都市の時代という中で、まさにその自治体京都府様の役割も大きいのかなというふうにも思いますけれども、そのスマートシティ、こういった取り組みへの投資としてですね、まあ、公共であればその財源をどういうふうに使っていけばそれが最適化最大化できるのかというところについて、少しお考えを山下さんお伺いできますでしょうか。大変難しいご質問ですけれども、今我々スマートシティやるときにですね、始めるときにですね、スペインのバルセロナと交流協定を結んで、まあ、一緒にやりましょうということにしました。でそのときに一番最初にお聞きしたバルセロナの話はですね、道路の街路灯のスマート化によって
年間32億円の税金を浮かしましたと。でその32億円の税金を浮かしたものを新しいスタートアップ支援のために使いますと、というようなことをやられたわけです。で我々、税金をお預かりしてですね、都市の価値あるいは都市に住んでおられる方あるいは、京都に来られる方にとって、ベストな都市運営都市経営をしたいというふうに思っているわけでございますけれども、その手法は、いろいろあるというふうに思います。現在我々は先ほどのビッグデータプラットフォームの中で企業さんとか住民の方とかが組んで新しいプロジェクトをされるときには、支援を最初の支援をさせていただくというようなこともやってますし、社会課題解決型のスタートアップの方の創業期の支援なんかもやっておりますけれども、その効果はですね、交通移動が楽になったとかね、医療費が効率的に利用されたとかですね、健康寿命が一切伸びましたとか、そういうことに現れていくわけですね。でそれを総合的に考えたら何になるのかっていうことになるとですね、私は京都に住んでいる方でしたら京都に住んでよかったって思っていただくことだというふうに、思ってるんです。つまりここでの、満足度をどんなふうに上げていくのかということが非常に重要で、これはもう非常に概念的で測ることがなかなか難しいんですけども、そのためには実は IoT 技術やとかいろんな技術を使って住民の方のお声をどんだけつぶさに聞いてどんな思いを持っておられるかっていうことも一方ではやらないといけない。行政広報も下手ですし校長も下手なんです。でその校長の重要性というのをこのスマートシティをやり始めて社会課題とか言い出して余計に思っています。でこの校長のところをきちっとやればですね、住民の満足度として、こういう分野に税金を投入していることに対して理解が深まるし、そういう活動をしている地域について愛着を持っていただけるし誇りを持っていただけるというふうに思います。で、そういうことが世界の方々との交流の時に非常に大きな資源になるというふうに思いますので、少しこうバクッとしたお話で申し訳ないんですけども、それぐらいのことをマネジメントの視野に入れてやらないとスマートシティというのは実現できないんじゃないかというのが、もう7、8年やってきて経験の中で学んだことでございます。ありがとうございます。あっという間にだいぶ時間も経ってしまいましたけれども、今山下さんにお伺いしたところですと、おそらく京都であれば、その自然と文化歴史そういったものとデジタルがまさに融合できる街が作れるんじゃないのかなと思うんですけど、山下さん、その京都の何ですかね、スマートシティっていうのはその歴史や文化芸術と融合したものにを目指していく、そういうイメージでよろしいでしょうか。まさにおっしゃる通りでして、実はですね、以前フランスの行政の方とですね、まちづくりのお話をしたときにですね、我々もよくやるんですけど、京都の活性化のためのコンセプト作りっていうのをやるんです。で、それをどういう方々に意見をいただきながらまちづくりコンセプトを作るのかというお話をフランスの方にさせていただきました。で、僕、京都ですと都市工学の先生とかですね、各分野の先生方をまず一堂に集めて意見をお聞きしながら、作っていくというようなことをするわけですけど、そのフランスの行政マンの方がおっしゃったのは、まずコンセプトワークが非常に重要なんで、3人の分野の方は3つの分野の方を集めるとおっしゃったんです。で、その3つの分野ってどんな方ですかって聞いたら、哲学者、歴史家、芸術家です。で、なんで哲学者と芸術家と歴史家なのかというのをお話を聞いてから、京都のいろんな方にお話を、こんなことをおっしゃいましたけど、どう思われますというお話をお聞きしました。で、一番納得したのは京都信用金庫の今の前の理事長ですけど、
松田さんというのがおっしゃったことです。芸術家というのはその土地の持っている魅力を我々が感じ取れないような魅力を引き出してくれることができる人で、哲学者の方はその魅力を誰もが納得する普遍的な言葉で、解説していただく方で、3つ目の歴史家はそれは長い歴史の中で一度検証すべきこと、その歴史の中で検証して本当にこれが大丈夫なのかということを検証していただく方というふうな解説をしていただきまして、私はこれが一番納得をしております。つまり山下さん、技術も文化も全てのことを動員するわけですけども、その時に人の心の問題、それから歩んできたその地域の持っている歴史の問題、それを非常にレベルの高い言葉という表現で皆さんに伝えるという作業、この過作業をしないとスマートシティっていうのは絵に描いた餅になるんではないかというふうに思って、ここの部分はですね、そのフランスの行政マンの方から学ばせていただいて、このスマートシティエキスポあるいはスマートシティ、次は国のスーパーシティにチャレンジするんですけれども、そこでもブレないでやっていきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。すいません、あっという間に時間が経ってしまいましたけれども、最後一言ずつでも今後の思いとか再三お伺いできますでしょうか。そうですね、僕このコロナのことをちょっと一言だけ言っときたいと思うんですけども、コロナによって社会が変わったと言いますけど、別にコロナが変えたわけではなくて、コロナによって人間がこういう生き方をしていこうっていう選択をしてるんだと思うんですね。で、社会はきっと本来こうあったらいいという方向に向けて大きく変化をしている最中だと思うので、この変化はきっと僕は人間が選択したより良い未来につながるものだというふうに信じているのでですね、そこを間違えないようにうまく町全体が変化していくということに僕たちは貢献できたらいいなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。最後重松さん、よろしいでしょうか。はい、今日は AI ということでございますけれども、町づくりを進める上でも、先ほどご紹介もありましたように、データがあるからこう見えなかったものが見えたり気づけたりするっていうのは、すごく町づくりの発展に意味のあることだなと思っています。私どものような、ある種町づくり屋みたいな立場と、あとはそのテクノロジーを理解して見出している方々とがより連携してですね、町づくりを進めていく、そのような形がさまざまに起こることが必要なんだなと改めて思っています。はい、ありがとうございました。もう最後まとめですけれども、本日ご登壇の3名の方々のお話を伺いますと、まさに今この新型コロナウイルスが起きた今こそですね、これからの社会、日本ならではの町のビジョンを共有して語っていくことが、何よりも重要なんではないのかなというふうに思いました。以上をもって私 のまとめとさせていただければと思いますけれども、本日ご登壇の3名の方々にですね、ご視聴の方も含めて、拍手をいただければと思います。どうもありがとうございました。山下副知事、採取様、重松様、そして石井様、どうもありがとうございました。